産業革命は世界をどう変えたか。今まで手作業でね、一個一個丁寧に作っていたものが産業革命によって機械で作られるようになり、大量生産が可能になりました。手作業から機械生産になった産業革命。大量生産とはつまりどういうことかっていうと、すっげーいっぱい必要なんですよ、これが。物を作るために、でこんなにいっぱい作ってどうするのっていうぐらい、もうすっごい作れるの。手作業でこんな作るの本当に気が遠くなるような作業なんですけど、機械だったらできちゃう。これが産業革命、大量生産だと思ってください。その結果、何かが足りなくなって何かが余るようになった。ちょっと考えてみて、大量に作るようになったら何かが足りなくなって何かが余るようになった。資源、お、鋭いね。資源が足りなくなるね。で、何が余る？製品が余る。そうね、まあ、まさにその通りですね。もともと作る資源が足りなくなっちゃって、製品、商品にしちゃったんですけど、まあそういうことだよね。こういうことだよね。意味としてはね、そういうことになりますね。そうだよね、こういうことになっていく。で、資源という言葉は教科書にも出てますね。資源が足りなくなったんで資源が欲しくなる。市場って何？市場って、まあこんな意味だと思って、資源というのは要するに、まあ、製品を作っていくために必要なも元になるものね、材料というか原材料みたいな、これが足りないからね、どっかねえかなっつって、自分の国だけじゃもう作りきんねえ、もう足りないんだよということだよね。市場って何か、こういうことかな。お客さん、日本国内で大量の T シャツ作った、だけど1億人ぐらいしかいないから1億人分もっと作っちゃったと、5億10億分ぐらい作っちゃった、この企業はどうしようって。日本人そんなにいないから売れないから、13億人ぐらいいる国が隣にあるんで、そこで売り始めた。売る場所、市場だと思ってください。今でもこういうことやってんだよ。大量生産をして大量に売る市場を求めて企業は世界へ展開していくわけですね。教科書174ページ、こんな絵があります。これもそういう話とつながりがあるんだけど、この絵は一体何を表していると説明できるでしょうか。この人が踏みしめている地面は何を表しているか。これなんだこの形、アフリカなんだね。これアフリカですね。アフリカをまたいでるのですね、はい、アフリカ。上でこう手広げてんのはね、まあ、イギリス人なんですけど、まあ、ヨーロッパの産業革命を成し遂げた非常に強い国を象徴しているというふうに、まあ、思ってください。要するにこの人たちは産業革命してバンバン大量生産できるようになったから、資源がない、市場がない、どこかに資源はねえかな、市場はないかなっていう人がアフリカにまたがっている絵だと思ってください。どういうことか、こういうことだよ。うちの国は狭いから資源が足りない、それだったらアフリカから取ってくればいいじゃないか。大量に作りすぎちゃったから売る場所がない、じゃあアフリカやアジアに売りつければいいじゃないか。ここを俺が支配して資源をもらって物を売ればいいんだ。これだけじゃ足りないな、できることなら惑星まで支配したいという絵だそうです。このようにして資源が欲しい、市場が欲しいと思ったヨーロッパの強い国々はアジアやアフリカを何として支配していこうとしたんでしょうか。プリントのね、1には何という言葉が当てはまるか。その通りですね、植民地にしよう。植民地って言葉で簡単に言うんですけど、イメージできる？ビデオを持ってきたんで見てみましょう。こういうふうにしていくことを植民地にするということです。
白人が黒人を支配するのは当然だろう。我々の方が優秀で産業革命やったんだから、そんなの当たり前だと。警察官が捕まえようとしてうっかり首を絞めすぎて死んじゃった、しょうがないことだろうと、黒人なんだからという時代があったんですよ。というか今もそうなんで、いまだにその考えがなくならない。踏みしめてますけどね、アフリカの人たちを踏みしめて、俺たちが支配してやるという歴史があるんですよ。支配した産業革命を成し遂げた強いヨーロッパの国々を列強と言います。列強という言葉を覚えましょう。グレートパワーズ、英語で言うとね、はい、強い国々という意味です。列強がアジアやアフリカを植民地にしようと次々と、植民地にしていった。奪い合うように、ここはイギリスのものだ、ここはフランスのものだ、いやドイツがもらう、争うようにアジアやアフリカを植民地にしていこうとしました。このような世界的な動きのことを何と呼びますか。その通り、あれをもう争うように競い合うようにやっていったのが帝国主義というです。でこう色ついてるところがヨーロッパに支配されていった植民地、ピンクがイギリス、ちょっとこれがフランス、これ青いのはドイツとかね、いうことになります。日本は植民地になったんですか。日本は、いや俺たちは植民地じゃない、俺たちは列強の仲間入りをするというふうに思っていましたね。ギリギリ植民地ではないのかもしれませんが、列強かっつうと列強でもないね。完全に植民地状態になったかっていうとそこまでは行ってない。支配される側と支配する側どっちかっつったら、江戸幕府が倒れ明治時代になったばっかりの日本はどちらかっていうとこっちだね。関税自主権がお前たちにはない、領事裁判権というのでお前たちには裁判させない、俺たちが裁判させてもらう、支配する側とは言えないよねということになりますかね。明治政府の日本人たちは何を考えたか、俺たちも何とかして支配する側になりたいって思った。このままだと飲み込まれる、列強に、植民地にされる、黙って見ているわけにはいかない、黙って待ってるわけにはいかない、江戸幕府に任せていたらこっちに入っちゃう、もう待てない、江戸幕府を倒すしかあるまい。いいでしょうか。世界の大きなうねりの中で日本がどう生き延びていくか、それが江戸幕府が倒れた理由ですよ。明治という新しい国に生まれ変わらなければならなかったのはこれですよ。そのように思って、そのように理解して勉強してください。じゃあまだ俺たち支配されている側だよな、どう考えたって。どうやれば列強の仲間入りができるか考えた日本は、どうしてもこれをやらなければいけない。何をしなければいけない。不平等な条約を今押し付けられている状態だな、改正しないといけないなということになるわけね。はい、不平等な内容を2つ確認しましょう。ものすごくテストによく出ますね。はい、外国人を日本の法律で裁判しちゃダメ、日本で犯罪を犯したとしても外国の領事が裁判をするという権利がありましたね。このような権利を何権というか、はい、領事裁判権という、これを外国に認めていたということですね。これじゃあね、列強とは言えないよ。はい、もう一個あったね。うちの品物買ってください、バンバン売りつけてくる、余ってんだよ向こうは、ね、はい、いやいやそんなにいっぱい持ってこられても困るのでね、関税をかけさせていただきたい、いやいやダメです、あなたたちには関税をかける権利はありません、なぜでござるか。
あなたたちはそういう条約を結んだではないですかということですね、はい、自分たちで勝手に関税を決める権利のことを何権というか、はい、正解、関税自主権が日本にはなかったということになります。どうしてもこの2つを改正しなければならない、日本は考えていた。これが明治政府の一番の課題です。一番最初に改正をしようとしたのはこの人たち、何使節団というか、使節団の名称を答えてください。はい、正解、岩倉使節団が条約改正のために外国へ行く。結果は大失敗ですね。書類が足りないよと、そんなことも知らないのかと、常識だよ、何列強の仲間入りとか言ってんの、まだまだ無理だね、そのうち植民地だね、まあそういうことですね。何としてでも改正しなくてはいけない。この後改正に取り組んだ人物3人覚えましょう。この人たちが改正に取り組んだ、成功したのは誰か、失敗したのは誰か、今日はそれをしっかり覚えてください。1人目、井上馨という人ね、はい、外務大臣ね、内閣制度っていうのを覚えてます？憲法の中心となる内閣制度、あん中に外務省っていうのがあって、外務大臣になったのがこの人ね、外国との条約関係をねやっていく大臣になったんですけども、この人は何を作ったか、条約改正をするために西洋風の建物を作らせました。この建物の名前は、はい正解、これ鹿鳴館という、鹿鳴館、線引いてください。じゃあ鹿が鳴く館で鹿鳴館、鹿鳴館で井上馨は何をしたか、ダンスパーティーを毎晩毎晩やった。鹿鳴館でダンスパーティーをやる、これがなぜ条約改正に関係あるのか、井上はこれをやれば条約ができる、改正ができると思ったわけですね。日本はヨーロッパから比べて遅れている、だから条約改正してくれないんだ、日本もヨーロッパのようなダンスパーティーができるようになれば条約改正を認めてくれるのではないかって井上は考えたのね。本当にこれやったんだよ。東京の日比谷っていう場所がありますけど、ここに鹿鳴館建てて毎晩毎晩ダンスパーティー、日本語で言うと舞踏会っていうんですか、舞踏会を開いた。これによって条約改正をしていこうという井上馨の作戦を何政策と言いますか。はい正解、欧化政策。欧化政策の欧っていうのはヨーロッパって、ヨーロッパのことね、ヨーロッパのように化けると書いてヨーロッパ風にしよう、そしたらうまくいくんじゃないかという政策ですね。うまくいったかうまくいかなかったか、ね、日本に来ていたヨーロッパの人々はね、このダンスパーティーを見てどう思ったか、猿が俺たちの真似をしているということですね。全然なってねえあんなの、ね、バカにされてしまう、ね、逆効果、うわみっともないなみたいな思われちゃったということですね。しかし井上はめげない、ね、外国 の、 あの人たちを集めて、ね、日本に呼ぶんですよ。それで条約改正お願いしたいって言ってね、領事裁判権の撤廃をお願いいたすということをやりました。うん、そしたら何て言ったかね、何って、領事が裁判するのは嫌なのか、日本の裁判で裁いてほしいっていうのか、どうしてもそれやってほしいの、うん、じゃあいいよ、日本の裁判でやってあげるけど裁判官は外国人の裁判官にさせろというね。それじゃあ領事裁判権と何が違うんだ、一緒じゃねえかっていうことなんですけども、井上はじゃあそれで日本の裁判ということで条約改正一歩前進とか言ってね、これ OK しようとしたんでね、井上はね、いやこれダメでしょ、何も変わってないじゃん、領事がやらないだけで本物の外国の裁判官が来ちゃってやるんだから何も進んではいないのかなと思うんですけども、
井上は国民にこの条約改正の内容を知らせることなく条約改正の手続きを進めようとした。そんな時にある事件が起きます。この事件大事なんでね、ちょっと覚えてね。横浜から神戸に、日本人を何人乗ってたのかな、日本人が乗った船が嵐に巻き込まれた。この船を操縦していたのがイギリス人とドイツ人の船員もいたそうです、ね、イギリスとドイツの人が操縦する船に日本人のお客さんを乗せて行ったら嵐に巻き込まれてみんな海に投げ出されちゃった。救命ボートを出して海に投げ出された人を救おうとした、救助しようとした。救助されたのはみんなイギリス人とドイツ人ばかり。すべての日本人が溺れて亡くなった。助かった日本人ゼロ。この事件を何事件というか、正解、この船の名前をノルマントン号というのね。なのでこれノルマントン号事件と言います。日本の法律で考えれば、ね、日本人を見捨てたのは殺人罪に当たるのではないか。このイギリス人の船長を殺人罪として裁判にかけたいって日本の裁判所は言った。しかしここでイギリスの領事がそれを止めるわけね。いやいや、日本の裁判に勝手にかけさせるわけにはいかない。領事裁判権がイギリスにはある。神戸の領事館というところで、領事がこの人を裁判にかける。まあ日本人を助けようと思えば助けられたかもしれませんが、あの嵐の中ではこれが精一杯だったでしょう。殺人罪とは認められない。ただ、全く無罪というわけにはいかないので牢屋に3ヶ月間だけ入れて、それで終了。それ以外のイギリス人の船員やドイツ人の船員については全員無罪という判決が出た。日本人はすごい怒った。それは軽すぎるだろう。しかし手が出せない。なぜなら領事裁判権があるから。これに対して国内から領事裁判権をなくせというね、ものすごいこう反対意見が巻き起こるわけ。領事裁判権の改正は一体どうなっているんだ、外務大臣井上はどんなことをやっているんだ、ダンスパーティーばっかりやって改正は一体どうなったんだ、ですね、外国人の裁判官を参加させるという方向で今条約改正を進めておりますって言っちゃったのね。ふざけるな、それじゃ領事裁判権と何も変わらんではないかと。外国への反発から今度井上への反発になっちゃって、そんな条約改正は認められないだろう、今すぐやめろそんなものはと言って条約改正途中で中断、交渉失敗、井上を辞めさせろ、井上外務大臣辞任。井上の欧化政策は失敗に終わりました。ご理解いただけたでしょうか。大丈夫かな。はい、次いきます。大日本帝国憲法の発布がこの後行われ、これによって外国の受け止め方が若干変わります。憲法ができて国会が開かれて近代的な国の形だけはできてきたな、それだったら条約改正に応じてもいいかなと言ったのがイギリスだと思っています。憲法発布によってイギリスの態度が変わったと思ってください。教科書にこう書いてあるんでね。実際にはね、日清戦争というのが起きそうになってるんですよ。日清戦争が起きるね、そういうのがあって、じゃあ条約改正してあげようかなっていうのが実はあったんですけど、大日本帝国憲法の発布によってイギリスが日本を近代国家と認めてくれるようになったから、この外務大臣が条約改正に成功していきます。条約改正に成功したこの外務大臣の名前をお答えください。はい、正解、陸奥宗光。これはもう絶対覚えて、陸奥宗光は覚えましょう。イギリスと日英通商航海条約を結ぶことによって不平等な内容の1個がなくなりました。
なくなったのは何か。正解、はい、領事裁判権をなくしてあげるよということになりました。3人目の人物はこの人。この人はもう一つの方の不平等条約の改正に成功した、はい、この外務大臣の名前は。正解、小村寿太郎。これ教科書だとね、この端っこの方にちっちゃく書いてるだけなんですけど、小村寿太郎、ぜひ覚えてください。小村寿太郎ってここに書いてあるのね。こんな扱いでいいのか、小村寿太郎が。いろいろやったんだよ、この人は。日露戦争でも出てきます、小村寿太郎。ぜひ覚えてください。小村寿太郎が改正した不平等な内容とは何ですか。はい、正解。関税自主権、日本になかったんだけど、これ取り戻します。この時は何ていう条約結んだかっていうのは難しすぎるんで出しません。大丈夫。もう一回整理して覚えますよ、はい、今日やったのはこの3つだと思って。欧化政策は失敗に終わる。欧化政策っていうのはつまり6名間でダンスパーティーをする作戦。これはうまくいかなかったの。外国にバカにされちゃったの。この絵が出ますからね。この絵が出るんだよ。これ何の時ですか。誰が外務大臣やってる時ですかっていうの出るからね。で、これでバカにされ、ノルマントン号事件をきっかけに国内からもこの反対を受けて、はい、失敗したこの人物の名前は、挙手ですか。そう、井上馨がこれやって失敗。じゃあ行くよ、あと2人挙手行くよ。領事裁判権の撤廃に成功した外務大臣の名前は、陸奥宗光。正解、はい、陸奥ですね。じゃあ最後、関税自主権を取り戻したことに成功した人物は。正解、小村寿太郎。この3人それぞれどのような結果になったかね、しっかり理解してください。